さて、今回はスクエア1の揃え方の中編です。成形が終わったら、上に黒コーナー4つを集めます。黒コーナーが2つ並んだら、左上に持っていき、下面から黒コーナー2つを右上に持ってきます。下面の黒も並んでいるので、右下に寄せて回せば上に黒コーナーが4つになりますが、正方形ではなくなってしまいました。正方形のままにするには、上か下を少しずらします。回転しても、正方形のままになります。コーナーが黒面と白面で分かれたので CO 終了です。別の例です。上の黒コーナーが対角線の位置、下のコーナーは隣同士です。下の隣同士を右下に寄せて回せば、常に回すときは少しずらします。右上に隣同士の黒が並びます。一つだけ白なので右下に持ってきます。この黒コーナーを下に持っていったときに、左隣に黒コーナーがあれば並べて上に持って帰れます。なので下に持っていく前に、下の黒をそこに持っていきます。黒コーナーを持っていって、黒コーナーが並ぶので、右に寄せて、少しずらした状態で上に戻します。黒コーナーが上に4つになったので CO 終わりです。他のパターンも同様に揃えられます。工夫してみてください。さて次は EO です。上の置くと、下の手前にずれたエッジを置き、次の手順を回します。最初に少しずらすんですが、上の面が真っ黒、下の面が真っ白になるまでは、上ではなく、下を先に回すと覚えましょう。下を少しずらして、回す。次は上ですが、左手で引っ張ります。中段とぴったりつくまで、回す。今度は右手で引っ張ります。左側がぴったりになったら、少し余計に回します。上と下が同じ角度になるので、下を少しずらします。回して。今度は左手で引っ張ります。左がぴったりになるまで、上と下が同じ角度になるので、今度は下をずらします。回して。今度は右手で引っ張ります。左がぴったりになるまで。回すと白と黒が揃います。一応、今の手順だけで EO はできるのですが、これだけでやると、最大4回手順をやる必要があるので、もう一つの手順を覚えます。上の前後と下の前後を一遍に直します。まず下を少しずらして、回して、上と下を少しずらして、回すと前後が揃います。残った2つは前後にすれば揃えられます。前後のペアにして、今の手順をやります。まず下を少しずらして、回して、上と下を少しずらして、回すと前後が揃います。この手順を、ちょんちょん、と言うそうです。次の例です。上は L 字で下は I 字。この場合はちょんちょんをすると下が揃いそうですが、上にある白の位置が I 字ではないので揃いません。しかし、ちょんちょんの方が手順が短いのでやります。下が前後になっていれば、上の向きはどこでもいいです。ちょんちょんをやります。ずらして、回して、上下をずらして、回す。一つになります。裏も揃わずに一つ残ります。上は奥にして、下は手前にして、一つずつ合わせる方の手順をやります。下をずらして回して、左手でぴったりに、回して、右手でぴったりと少し、上下の向きが一緒なので、下をずらす、回して、左手でぴったりに、
上下の向きが一緒なので、下をずらす。回して、右手でぴったりに、右の中段は反転しているので、基準は左の面です。ここを見ればわかります。回せば揃います。復習です。このパターンは、ちょんちょん。このパターンは、長い手順、下からです。左ぴったり、右ぴったりちょい、ずらし、左ぴったり、ずらし、右ぴったり、です。その二つを組み合わせれば EO は揃えられます。さて次は CP です。上と下のヘッドライトを数えます。上のヘッドライトは青の一組ですね。下のヘッドライトはオレンジ一組。この場合、上下とも合わせないといけないので、上下一度に変化させる手順を使ってみます。3×3×2 でやったこの手順を回します。上が Y パーム相当にコーナーがずれて、下は T パーム相当にコーナーがずれます。下のヘッドライトを左に向けて、回して左に引っ張って、回して右に引っ張って、回して左に引っ張って、回して右に引っ張って回す。上面が真っ黒に戻ったら終わり。下の T パーム相当のコーナーだけ揃っています。上は T パームがあるところに Y パーム相当の、コーナー入れ替えをしたので T パームのまま残ります。上だけ T パームする手順で直します。赤のヘッドライトで T パーム相当を作りました。ヘッドライトの赤を奥に向けて、手前のコーナー2つを入れ替えます。回して、富士山になるので頂上を真左に向ける、上下両方とも、回して、上の頂上を上に向ける。回して、上の頂上を左に戻す。回して、下の頂上を前に戻す。回して、上の頂上を前に戻す。回すと前のコーナー2つが入れ替わる。ヘッドライトが4組になります。Y パーム相当だったら、T パーム相当を2回やればいいですね。あとはこの手順で上が Y パーム下が T パーム相当のコーナー入れ替えができると知っていると手順が短縮できそうです。ヘッドライトが0。下のヘッドライトは一組で左向き。この状態だと先ほどの簡単な手順で揃います。こうですね。これらを組み合わせるといいと思います。上はヘッドライト4組あって、下はヘッドライト1組しかなかったら、上面と下面を入れ替えます。回して、上下の富士山を180度反転する。回す。上下が入れ替わります。上はヘッドライトが1組。下は上から来たヘッドライト4組。上のヘッドライトを奥に向けて、手順をやります。回して、上下を左向き、上を奥向き、上を戻す、下を戻す、上を戻す、ヘッドライトが4組になります。このまま EP すれば良いのですが、上の色が違うと嫌だという人は、先ほどの手順で上下を入れ替えましょう。今回、6面完成させるつもりでしたが、長くなってしまったので残りは次回にします。それでは今回はこの辺で。